こんにちは。整形写真家の湯浅です。OM1、え、マーク i ですね。OM システムの OM1 マーク i には、えー、様々な機能がてんこ盛りなんですけどね。私は、えー、星空撮影に使う目的でこの OM システムを追加したわけじゃなくて、えー、他の撮影ですね。まあ、動物とかあるいは飛行機なんかの、えー、撮影のために追加しました。 とはいえですね、星空には全く使わないというわけではなくて、以前のね、このあたりの動画でも紹介しましたけど、OM システムでは、星空の撮影に便利な機能もたくさんあってですね、特に、今回、この OM1 Mark II を購入した、まあ、大きな理由の一つとして、八8.5段分の手ブレ補正があります。まあ、現在では最高クラスの手ブレ補正ですね。 で超望遠を使って、えー、最初に買ったレンズがまあ超望遠ズームなんで、動物とかですね、飛行機なんかを撮るのにも、手持ちでね、撮るのにも役に立ってくれると思いますけど、えー、星空をね、10秒以上という秒数で手持ちで撮れるよっていう衝撃的な例もありましたんで、えー、検証してみたいと思います。えー、三脚いらずの星空撮影っていうのは、まあ、実用的に何でしょうかね。 今回使用したレンズは、えー、OM システムさんからお借りした魚眼レンズですね。えー、随行デジタル 8mm の F1.8 のフィッシュアイですね。フルサイズ換算だと、まあ、16mm のいわゆる対角魚眼レンズですね。開放 F 値が1.8と明るいんですけど、とてもコンパクトなんですね。えー、シグマの 15mm 魚眼と比べるとこんなに小さいんですよ。 同じ、ほぼ同じ体格魚眼なんですけどね。まあもちろん肩や F1.4 ではありますが、カメラに装着するとこんな感じです。それでは早速、作例を見てみましょう。えー、秒数を変えて撮ったのは、えー、自宅からです。街中なので星空はあまり見えませんが、まあ、明るい金星をはじめとしてですね、星は見えてますし、えー、街の様子ってのも手ぶれの具合を見るには、 いいいと思います、えー、こちらがまず手持ちでね8秒でやってみた例です8秒でやってみてあの背中をね壁にもたれたり全くの突っ立った状態でやったり、えー、してみました3回撮ってみましたね、まあ、パッと見はですね8秒ですけどまあ結構止まってますね確かに拡大してみましょう、えー、金星とね いくつか星が見えてますし、まあ近くのマンション見えてますが、100%でこれなんですね。ほとんどブレてないですね。さすがですね。8秒ですよ。まあ3回撮って他のも見てもですね、まあ、ほとんどブレが見られない。一番右だけわずかにブレてるようにも見えますけどね。金星は止まってますね。ただその、この辺全く綺麗なんですが、まあ全体像の雰囲気をね、こっちで見てますと、 まあこれ真ん中の、ほぼ真ん中の下の方になるんですが、100%でほぼ全くずれていません。ただですね、見てみると、隅っこの方に行くとですね、かなり上下のブレが見られます。この真ん中あたりは全く平気なんですが、えー、隅に行くとね、まあ魚眼レンズなんで、とても広い範囲を撮ってますから、それもあると思いますが、 構えててもね、周辺はやっぱり動いちゃうっていうのがわかりますね、えー。こちらが10秒でやってみたものですね。でこちらを見るとですね、まあ、真ん中のあたり、えー、10秒でもしっかり止まってます。星もね、点に映ってるんですよ。ただやっぱり端の方がかなりブレてしまってますね。この時は、えー、自分で撮っててもちょっと動かしちゃったなっていうのがわかる感じでしたで。こちらが15秒です。 15秒でやってみました。こちらについてもね、真ん中あたりは大体いい止まってるんですよね。15秒ですけど、星も止まってくれてます。このむしろ周辺である、四隅である地上風景の方がブレてますね。えー、こちらは20秒です。手持ち20秒。これでもですね、真ん中のあたりは結構止まってくれてます。二十秒です。20秒ですけど、えー、星もね、 え結構止まってくれてます。真ん中あたりはね、端っこ行くとね、少しブレてるようですけどね。真ん中、特に中央付近は点です。えー、100%で見てもね、大丈夫そうに思えますね。こちらが、えー、30秒です。30秒ね、手で持ってるのも大変なんですけど、えー、こちらを見てもですね、真ん中あたりは、まあ、さすがに少しブレてますけど、えー、結構ね、 止まってくれているのがわかると思います、えー、30秒ですよこれ30秒周辺はやっぱりぶれちゃいますねこの周辺ねて手のこ,うこの動きによるものなんですけどこれを止めるのが結構、えー、大変でしたこんなことは普通ならないんですよね手で持っててもこ,これがね問題だと思いますでもまあここさえねクリアすればたとえ30秒でもなんか実用になりそうな感じですよね 両、両肘をね、ちゃんとなんか、どっかの台にでも固定してやったら、まあ当然ブレませんので、ほとんど。回転の動きはないんでね。えー、かなり <laughs>、えいけてしまうんではないかと思われます。で、突ったって10秒でも全然大丈夫です。周辺の画像はね、ちょっと上下するんで、そこはある程度その、慣れというかね、一応補助、手ブレ補正の補助の表示っていうのがあってですね。これを見ながら、 回転の動き、止めることもできると思います。あの、まだね、慣れてないので、うまくできないんですけど、うまくやってやると、突ったって撮っても結構いけると思います。ましてやね、どっかの机なんかに、あの、肘立ててカメラ持ってたら、本当に30秒でもいけそうな雰囲気ありますね。うん。どうでしょう。まあ、完璧な点の写真作品で、 ね、でっかい表示に元まではいかないかもしれませんが、少なくとも SNS でなんか全くわかりません。A4 程度であればね、プリントしても全くわからないと思います。で、F1.8 っていう明るさもありますんで、これね、十分作品撮りに使えそうな雰囲気ありますよね。えー、今度こちらでね、手持ちで成形写真の作品を撮ってみたいと思ってます。はい。えー、いかがでしょうか かなり実用になるという印象でした。それでは今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました。